じゃあちょっともういきなりなんですけど、しょっぱななんですけど、行かしていただこうかなと思います。しょっぱなですが、行かしていただこうかなと思います。あ、今回カバルカじゃねえんだ。あー、でも俺知ってるぞ。あー、でもまあ同じとは限らないか。同じ答えとは限らないか。いや、ライバルのリザードンが X なのは、X を使ってたのは知ってんねんけど、でも今回 X と限らないから、でパーティー変えるの禁止だから、まあでも、そうか、これが初陣か。あ、じゃあ初陣ではないか。ちょっとマジで。でも多分 X ですよね。ライバルで何回もやったことあるもん。4回ぐらいやったことあったら、X でしょ。あ、個体変更あり？あ、じゃあダメだ。その先入観捨てないと。ちょっと待って待って待って、決めらんねえ。時間足らない。あと、時間が15分足らない。時間15分足らん。ちょっと待って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 。待って待って待って。ちょっと待ってくれ。うわぁ、ちょっと待って。相性悪くないやろ。なんだけれども、ちょっと待って、なんだけれども、ちょっと待って、海流か。悪くはないと思っていて、ただやはりライバルにもその辺は、まあ、しっかりこちらのまま対策をしてくると思っているんだよね。ただ、まあ、ここはまあ、今までやっぱり散々深読みをして外すっていう、まあ、非常にまあ、悔いの残る負けが多かっただけに、今回のコンセプトとしては、やっぱり自分が信じた、もう一度選んだ選択肢を曲げずに戦っていこうかなと。まあ、そうすることによって、まあ、仮にそれで負けてしまっても自分の中で納得ができると。やっぱり今回、試合で、まあ、なんか、なんつうだろうな、ちょっと悩んで悩んで結局裏書いて外すっていうのが一番嫌なんで、まあちょっと僕は素直に殴っていきたいところではあるんだけれども、ただ、やっぱりライバルリーっていう、やっぱり、レートは2000超えを、まあね、毎シーズンやってる相手に対して、愚直な選択はいかがなものかという考えもあるから、非常に悩ましいんだけれども、まあ普通に行く。誰？ 4人？なるほどなぁ。はははは、はい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 。いや、でもいいんじゃね、これ。いや、でもこれは悪くないかなと。俺は悪くないかなと思うんですよね。おー、まあ、しかし、まあ、じゃ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 
まあ、いけずら心からの、まあ、電磁波っていうのね、先生でやっぱりスペースを落とされるっていうのは非常に痛いんだよね。ただ、やっぱりナイバロリっていうのは、やっぱりしっかり読みとかっていうのもすごいかな。まあ、ここ多分素で行くと、多分こっちの方が素で早いやつなんだけれども、お前誰やねんって感じだよ。多分相手でも即決で電磁波だ、電磁波か。まあ、それか目ざこりでもないと思うんだよね、でもね。よっしゃーこれ行ったのよ。これ行ったで、これ。行ったで、これ。行った、行った。
で、次だよな。激励に耐えてくれ。耐えろ。あー、耐えない、マジで？放送プツっとる？ちょっと悪いな。ハチマキの可能性がある。ただ耐える。パルシェなら耐える。よっしゃ！これはいったでしょ！今の3ターンだったのが結構でかいな。プツゴツクとね、止まるのはちょっと本当に悪い。ちょっと多分チャンネルの仕様という可能性が。コミュニティの方でやればいいかったな。コミュニティの方で最後映ってもいいけどな。バハムート。バハムート？ちょっとバハムードだよ。いや、ごめん、バハムードだったら、わざわざ 90% っていう、その、不確定要素を放つまでもなく、ここはつらばりで多分倒せると思っていて、行くでしょ、多分。行くよ、これ。一角だよ、一角。普通に考えれば。5発当てれば。よし、多分勝ったでしょ、勝ったよ、これ。勝ったぞ、これ、勝ったぞ。俺も今まで散々いいところで6月と外してるから打ちたくないんだよ、90% とか。外すもんだってあれ。で？よし！オッケー！勝った！うわぁ！うわぁ！いやいや、相性かな、これ。絶対相性みたいなのあるよな、これ。